はい、こちらはスフィンクスユーザー会の、ポスターです。でスフィンクスユーザー会、スフィンクスっていうツールが、ドキュメンテーションツールがあって、そのドキュメンテーションツールが一体、これはスフィンクスの部分ですけど、何を内部でやってるのかと、あとどういうものを入力するとどういう出力が出てくるのかといったようなことを展示してます。あとはちょっと図が壊れちゃってますけれども、スフィンクスにどういうものを入力をして、例えば HTML が出てくる、 PDF が出てくる、 EPUB が出てくるといったようなことを紹介してます。スフィンクスのいいところから。そうですね、スフィンクスは元の入力になるものがテキストファイルなので、ドキュメントの差分っていうのを Git とか Markdial とかで管理することができます。で、あとはアウトプットとして様々なアウトプットが使えるので、まあサイト、ウェブサイトを作ったり、あとは PDF を出力して論文であるとか本を書いたりとか、まあ、EPUB の、そうですね、EPUB の出力も本を書いたりとかっていったような多彩な使い方ができるっていうのが特徴です。他に何が紹介したいものがありますか？はい、スフィンクスのユーザー会では毎月2回イベントをやっていて、一つが週末土曜日か日曜日にやっているハッカソン、スフィンクスのドキュメントの書き方とか、あとはもともとのイベントをユーザー会立ち上げた時に翻訳をするっていうのもあったので、ドキュメントの書き方と翻訳の仕方とか、あとはスフィンクスそのものについての話なんかもしているイベントが土曜日にあります。で、月に一度もう一つの方が木曜日、水曜日か木曜日の夕方に、仕事の終わった後でファミリーレストランで集まって、スフィンクスティーナイトっていうイベントをやってます。そちらの方は2時間ぐらい喋る方が中心で、ドキュメンテーションとかマニュアルとか運用マニュアルとか開発マニュアルみたいなことの話をしている回です。月に2回2つのイベントがあります。あとは来月10月の26日に、スフィンクスハッカソンっていうイベントをやりますので、スフィンクスハッカソンの方も、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの展示物の紹介をお願いします。はい、このポスターは、私が個人的に、開発しております、Python の、拡張モジュール、ネイティブコードで拡張モジュールを、最近の C++ の規格である、C++11 の機能を、存分に使って、書いてみたら、まあ、シンプルに書くことができて、一つ、拡張モジュール開発を効率化できるのではないかという、まあ、可能性、こういう可能性がありますよというのを、まあ、ちょっと紹介するということで、発表させていただいております。まあ、皆様からいろんな有益なアドバイスなどをいただいて、大変、有益な発表にできたと思ってます。ありがとうございます。コードについて討論したんですか？そうですね、はい、お仕事とか、まあ、趣味とかで実際 C++ とかを書いてる方もいますので、具体的に細かいどのオブジェクトをどのタイミングで解放するとパフォーマンスが向上するとか、そういう細かい普通の Python の話は出てこない話もディスカッションができまして、なかなかいい体験ができたなと思っております。こんにちは、コウと言います。よろしくお願いします。今これ動いてるのは、Python のカメラモジュール、ラズベリーパイのカメラモジュールを使って、Python のオープン CV で動かしてます。でこっちのハードの方も全部 Python で動かして、まあ、Python 分かる人だったらハードを全部動かせるような状態にしてます。で、ここラズベリーパイ積んでるんですけど、普通にアパッチを入れて、でサーバーからこのコントローラーでアクセスできるように、この部分はまだ僕8ヶ月しか Python やってないんで、まあ、ここの部分に関しては PHP と JavaScript を組み合わせてとか、でこのハードが何をやってるかっていうところなんですけども、これは自分のデバイス、どのデバイスがどこの場所に刺さったかっていうのを、回路が自分の位置を認識する、自分の刺さったデバイスを認識するっていう回路を自動で認識してくれるんで、
Python のデバイスドライバーをダウンロードして配線の情報をダウンロードすればあとは自動的に再配線しながら動いてくれるっていう基盤になってます。で今回ちょっと大きいんで基盤が大きいんでもっと小さいこういうラズベリーパイのコンピューターモジュールを積んで、でこういう同じような感じなんですけどボードを用意して、まあ、3ミリ厚でどんどんスタックしていくような感じになってます。でここのモジュールのサイズも今度このベースの基板に収まるような形でどんどんスタックしていくんで最終的に作ったプロトタイプはだいたいフリスクぐらいの大きさになります。フリスクケースぐらい でそれを使って何ができるかというとその再配線する要するに回路が自分の回路の状態を認識しているので配線の情報から回路図を吐き出すことができるんです。回路図ができるってことは自分が作ったプロトタイプがそのまま量産基板になるっていうイメージです。そういう基板をちょっと用意してます、はい。Python を採用された理由とかありましたか？Python を使った理由はですねすごいダウンロードするだけでほとんど動いてしまうっていうところですね。で最近ロボットとか画像処理とか見ると Python がほとんど多くてなんかロボット関係の人にちょっと有名っていうか、まあ、知識のある方に聞くと大体ハード Python で動かしてるような流行ってるようなって言ってるんでライブラリもものすごい多いんですよ。だから Python でロボットを作るのはちょっとおすすめです。逆に C だとちょっとコードが違うだけでハードが違うだけで動かないとかあるんですけど Python はもうスクリプトなんでそこはもう全然関係ないみたいです。そういう良さがありました。はい、こちらデモして あそうですか、はい、じゃあ行きます。いいですか、今から、Apache のサーバーから、ね、からそのブラウザでアクセスして、まあ、赤いものか緑のものを探せっていうプログラムになってます。で画像処理をして、まあ、見つけてくるって感じですね。よいしょ、これで赤いものを探して叩いてっていう命令を送りました。で今見つけて、こちら、ま、簡単なアルディーノを使って、アルディーノは、ま、ネットワークに直接つないで、ブラウザー上からこういう形で、ま、操作ができるハードウェアを操作できるっていうフレームワークを作っております。でこちらがエルピスフレームワークという形で、今発表しております。で Arduino を、まあ、簡単にこういう形で LED を、まあ、オンオフしたり可変抵抗のデータが見えたりという形で作っております。これを隣でやってみてもいいですか？で、まあ普通の市販のアルディーノで簡単に作れる形です、特に難しいことをせずに、イルピスってフレームワークでかなりそこら辺を吸収して、グローバルな形で、まあ、データを取り扱ったりする形ですね。はい、動いてます。こういう形で動いてます。ごめんなさい。こちらの展示の紹介をお願いします。はい。まあ、これは、probabilistic programming with Python と、まあ、Python で確率プログラミングっていうテーマで、まあ、ちょっとおなじみのベージアン計算のちょっとなんか上の層を行ってやっぱり応用できるシステムを作るそのいろいろな違うモデルの、組み込んだり例えばプログラミング言語でするようにプログラムのライブラリーを組み立ててもっと複雑な、高機能のものを作ると同じようにこれが、まあ、ベージアン計算でいろいろな違うなんかマシンラーニングとかのモデルを使って、それを組み込んでもっとちょっと高機能な、まあ、ツールを作っていくことができるかもしれないっていう新しいこれから発展している技術ですね。なるほど。そしてそうですね、まあ、具体的に何なのかっ
ていう質問ですと、まあ、言語か、言語のライブラリーで、ランダムな要素が、まあ、基礎としてあり、モデリングとその、学習が結構分けられています。ってことはそのモデル自体を書くこととそのモデルに対する学習を行うことは別々のコードになることで、そのモデル、その別に人の関心を持っているモデル自体を取り出して変えたり組み込んだりすることをもっと簡単にできます。もしモデルとあの学習が取り入ってなんかもう一緒になっちゃってるともう取り出せなくなってちょっともう変えられなくなってしまいますから、ちょっとやりにくくなりますね。こちらの例としてちょっと紹介してもらえますか。そうですね、まあここでは一つの、まあ、プリンターの欠陥モデリングっていう、応用例の一つですけど、割とシンプルな方で、このネガティブバイノーミアルディストリビューションっていう、分布に適用、まあ、それに対しては学習している感じですね。まあ、実際のデータは例えばここに欠陥が0でした。ここに欠陥は1つでした。この時点で欠陥は10個もありましたとか、そういう点、そういうちょっとまあいろんなデータがありますけれど、この2つのユニットは、まあ、ちょっと何かが違いますけど、それどう違うかっていうのを計算するのは結構難しいです。例えば通常のやり方としてはまあじゃあこの数えてその平均を取りましょう。で T 検定でその平均値が違うかどうかを検定しましょう。しかしまあこれそもそも0か1か2で全然正規分布なんかじゃないです。だからこの確率プログラミングのいい点としてはその思い浮かんだものをそのまま使います。ということは例えばこのような違う分布があります。ネガティブバイノーミアルディストリビューションといって、結構このデータのなんか発生するプロセスに似ているという、まあ、専門知識というものがあるからそれを応用できます。じゃあもしこういうものだったらどういうパラメーターになりますか。でやっぱりパラメーターが出たら結構優位さがあって、なるほど、じゃあやはりこっちの方はいいでしょうっていう答えを出すことができます。なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。 Hi, I'm Thomas. I'm with Gandhi.net. We are a domain name registrar and hosting company, and we manage around 1.5 million domain names right now, through our resellers and also through our own services. We manage 400 domain name extensions.Among them, all that you can find in Japan, for example, Tokyo, Nagoya, Yokohama, and also Moe. We have a simple hosting service, which is a very cost-effective and developer-friendly interface in Python, Node.js, PHP, with Ruby support and MySQL, PGSQL, MongoDB databases behind. You can use Git, SSH, and our Vanu cache for using this service.And if you say, okay, all of the services, I also want to wrap them under my own service, you can use our APIs. And our APIs, you can use all the services with our APIs. So you can, for example, you can decide only to sell domain names for your hosting services. And you can use our API to create domain names. And you just check if they are available. You create a contact. After you have created a contact, you just register the domain.It will enter the billing stage and domain name will be registered. Now, the thing is also we don't charge anything for using the API. The only thing we do is we charge you, of course, for registering the domain name. And of course, the more domain names you register, you will have cheaper rates from us as well. But if you are a bigger reseller and you have very high expectations to sell a lot of domain names with us, you can contact us and we will start to put in a less expensive grid since the beginning. So that's the basic idea of Gandhi. We are no bullshit company. It means we are making very sure to you that we don't charge you anything additionally or extra.
and we are very proud to be an open source related company with a very big focus on open source and cloud computing software. Hi. Hi. タイトルは、まあ、Mars Face Project っていうプロジェクトをやっています。もともとは NASA の Space Apps Challenge っていう、まあ、NASA 主催のハッカソンがあって、それ全世界で同時開催されるって毎年やってるんですけど、それのプロジェクトとしてやっています。でやっていることは画像認識の技術が、まあ、ディープラーニングとか最近あるんですけど、そういう技術を使って火星とか、まあ、他の星に何か面白いものを見つけるっていうプロジェクトで、例えばまあこれだったら、これは月に、月の、南極のところにその顔を見つけるとか、そういう、まあ、見つかったものなんですけど、そういうのを見つけて発表したり、まあ、学会で発表したり、まあ、いろいろ面白いこと、はい、やってます。ミキマウス、これはい、まあ、そういうものを見つ、まあ、楽しいものをすごい見つけたりっていう感じですね。ミクさんのやつとか、障害してもらえます。そう、これですか、はい、これはちょっとあんまりあれなんですけど、まあ、いいものが見つかったり、なんかちょっとなかなかうまく見つからなかったりするものもあったりするんですね。だから、その技術プラス人の力も借りて面白いものを見つけるってことをやってて、いっぱいエラーがあったりしてもそれを全部チェックしていって、それでまあ、あ、これちょっと使えるじゃんっていうのがあったらそれを使うとか、はい、まあ、これは結構いろいろ毎年やっていて、まあ、他にもいろいろそういうのって見せてもいいんですけど、他にポスターをいろいろ作って、これはですね、これ撮れますもうちょっと、はい、はい、これは今年のそのハッカソンの時に作ったやつなんですけど、まあ、まあ、デザイナーさんとか、まあ、美術家さんとかがいたりするんですけど、絵描いてもらって、これを作ったんですけど、で、まあ、タイトル「そうだ火星行こう」って言って、まあ、火星にいろんな人たちが行こうとしてるっていう技術がどんどん宇宙船飛ばして、でも火星に行ったら見るものがないと、だからガイドブックが必要だよねっていうことで、そういうのを最初に作ろうっていう、そういうアイデアでいろいろやったりしてます。こちらはパイレディーズ東京っていうコミュニティを新しく立ち上げたので、そのコミュニティ参加者を募集したいっていうような感じの発表なんですけども、パイレディーズっていうコミュニティが世界30の地域で展開している国際的なコミュニティなんですけれども、今まで日本にパイレディーズってなくて、それで、まあ、最近はちょっと日本の女性パイソニスタも増えてきましたので、日本にもそろそろ作ろうということでパイレディーズ東京っていうのを立ち上げました。で今絶賛コミュニティの参加者募集中で、あと運営を手伝っていただける方も絶賛募集中なので、もし女性の方でちょっと興味あるなっていうような人がいたらぜひ連絡をくださいっていう感じのポスターになります。はい、活動予定としては、勉強会とか、まあ、ハッカソンとかペアプロとか、まあ、いわゆるスキルアップをするよ、スキルアップを目的とした、まあ、会を企画したり、あとは、まあ、普段どうやって Python 勉強してるんですかとか、 Python で普段どういうふうになんか仕事してるんですかっていったような、まあ、相談だとか相手からなんかいろいろ聞いてみるだとか、そういうふうなコミュニケーションの場を作ってみたりだとか、あとは他の Python に限らず他の女性向けコミュニティと交流してみたり、あとは女性参加者同士で、まあ、一緒に交流したりだとか、そういったなんか企画をいろいろと検討してますじゃあ、男の子は参加できないですか、そういう勉強会。ああ、そうですね、残念ながら残念ながら女性だけっていう感じでさせてもらってますわかりました。
あ、はい、はい、ショーケースという、iOS アプリを、展示しています。で、サーバーサイドを Python で作ったあの iOS アプリになりまして、9月末ぐらいにローンチ予定です。サービスなんですけれども、コンセプトとしてはあの自宅にいろいろとコレクションを、している方っていらっしゃると思うんですけれども、なかなかその物理的に近い距離で同じコレクションを持ってる人っていなかったりするので、そこをつなげる、アプリの力でつなげるっていうところをコンセプトにして、サービス作っています。で、具体的にちょっとどんなアプリかと申しますと、ちょっと画面を、アプリを起動すると、こういう画面になりまして、自分の自宅のコレクションをこういう仮想のデジタルな棚に、飾ることができるようになっています。で、作り方は非常にシンプルで、この棚の領域を、飾りたいエリアを指定して、写真を撮ると。で、写真を撮った後でこの指定したエリアに対して、簡単に回転とか縮小して編集をすることができるようになっていまして、こちらを。すいません、ちょっとですね、通信状況がよろしくないです。どうしよう、大丈夫かな。すごく使いやすいのをなんかインターフェースはい。で、ちょっと、で、出来上がった、例えば先ほどの画面で出来上がったものに対して、ハッシュタグをつけることができるようになっていますので、ハッシュタグを同じハッシュタグをつけた人同士でこの作り上げたショーケースを共有することができるようになっております。で、実際にいつ頃から、はい、アップストアに、はい、今申請中になっていまして、一応申請完了するのが9月の末から10月の上旬予定です。はい、はい、ティザーサイト公開しているので、はい、事前登録募集しておりますので、はい、ありがとうございます。はい、こちらのブースでは、iOS アプリケーションの Pythonista という、Python の処理系で、アプリケーションにパッケージングされているものの紹介をしています。どんなものなんですか？はい、見てもらうと分かるんですが、こういうふうなアプリケーションが存在してまして、これ自身が Python のコードで書かれているんですね。ちょっとフォントが小さいんですが、こういうふうな Python のコードで書かれていまして、で、この Python のコードでエディターもついているので、この中で開発することができると。で、開発をしながら、ここで動かしながら、ここでサイクルを回せるんですね、っていうふうなものです。で、特徴的な機能としては完全な Python 2.7 系の処理系プラスアルファ、ちょっとドキュメントを見てもらうのが一番早いんですが、ホビーで使える機能の他に、このナムパイや、一応シムパイが入っていたりとか、あとは、ここですね、サードパーティー製のモジュールでビューティフルスープとか、要はパーサー系のものですね。あとリクエスト、リクエストは、昨日の基調講演だったと思うんですが、ACP で外部からデータを取ってきたりとか、あとは、マークダウンのパーサーとかが入っていたりとかして、あとこれ Pythonista 独自
ージなんですが、iOS ネイティブの API をラッピングしたモジュールが Python から使えるようになったんです。どんなことができるかというと、ロケーションで今いる場所を、それ GPS の機能がありますよね。それをもう Python のコードからここで使えるようになったりとか、あとモーション傾き、あとは、サウンドで音出したりとかスピーチで喋らせたりとかっていうようなことも、この Python のアプリ、 Python インストのアプリケーションの中でコードを書くことによって実現することができます。ありがとうございます。はい。Okay, so maybe to start the introduction. So I'm a fan of this comic called called Kaiji, and there's a nice game based on there's a nice game described in there based on Japanese mahjong, and I decided that okay, this sounds like a fun project. Let's do that. Let's implement this game. This should take like a weekend. So we met up with some friends. We started a hackathon, a one-day hackathon, and actually implemented. Well, not a lot. Part of the rules engine, and later I continued working on this project, and I came up with this nice network game. Okay. And I'm not sure if it's fun to play, but the most important part for me was that I learned a lot of different things while making it. For instance, the game has a complete test suite of in-browser tests, and the server also has a unique test suite. Apart from that, the game is able to hunt disconnections and reconnections by saving the game to the disk and loading it from disk. So, all in all, yeah. You already released this game today? So it's not very publicized. It's still in beta. Okay. But yeah, it's available on the internet and you can play it. And actually, a few people, especially people who know Mahjong, came here and played it. Did you use Pygame? I actually used pure Python plus a library for network communication. Okay. It's called Socket.io. Thank you. Thanks. Thank you.